皆さんおはようございます。おはようございます。ご存知の通り、熊本の北側にあります県北の山鹿市から参りました。山鹿市のですね、花王町というところから、花王物産館でございます。もうね、皆さんお楽しみでございますけれども、今日も旬のお野菜、果物いっぱいやってきております。美味しい梨が入ってきてます。奥三吉というちょっと珍しい品種の梨、多分聞いたことないと思います。こんばんはの番ね、おばんですの番に数字の3に大吉の吉とか言ってね、番三吉と一見読んでしまいます。奥三吉と言うの非常に珍しい品種の梨もまた、そうこの珍しい梨はね、多分皆さん初めて見る方が多いましたね。奥三吉っていう梨、最初聞いた時奥さんって誰かに言うかけて思った頃ってよくよく聞いたら奥さんがいいというちゃんと記事までついておりましたね。珍しい梨ですね。よかったらぜひお早めに手に取ってみてください。お行儀のよろしいところがこれも上げとってくださいね。はい、はい、ではお盆返してもらってコロー君、はい、ありがとうございました。小山製茶さんです。よろしくお願いします。チラシ
私は今、あそこら辺に行ってますね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これは久留米からなんですね。久留米駅。JR 久留米と西鉄久留米駅。乗り換えがあるんですね。はい。ああ、JR 久留米駅だったら一直線。博多。博多。はい。ああ、なるほど。博多からだったら。ああ。なるほど。私ちょっと説明できません。それぞれお昼プランとかもあったりしますので、あの行った先で旅館さんなどでゆっくりお風呂に入られたりとかですね、お食事取られたりとかゆっくりできるコースもあったりしますので、ぜひおいでください。すいません、詳しい説明までありがとうございます。いいですね、お値段もいいですよ。コロ君だって4枚買ったら4800円だって。普通に1個ずつ買ったら6000円ですもんね、4枚買ったらね。だからこの4枚綴りを買った方がお得ですね。お小遣いの少ないコロ君なんかにはうってつけの4枚綴りとなっております。そしてね、あ、何、綺麗な女性たちが、綺麗な女性がいるよって。あ、レンタル着物も、アンティーク着物、アンティーク着物着街歩きもできるんだ、一世代で。いいですよ、ズバッと言ってください。コロ君無理。ありがとうございます。コロ君には無理だそうで、ちょっとサイズが、だってよく見てよ、お腹周り帯の届かんとじゃないそれ。うん、足りんよ多分。浴衣はかろうじてね、倒れたとしてもここがどうかなっていう。まあアンティークのね浴衣を着て街歩きもできるということですので、ぜひぜひ遊びに来てください。この時期はやっぱり温泉がね恋しくなる時期じゃないですかね。そして温まってから菊池城に来ていただいて、コロー君と遊んで、また冷えたら温泉入ってね、帰ってください。ぜひご利用ください。よろしくお願いします。DR したいではもうすぐなんですけど、11月30日今月末ですね、世界がぶつかるということで、女子のハンドボール世界選手権大会が山鹿市の方で開催されます。熊本県内ではですね、熊本市と八代市の方であるんですけれども、こちらからですと京北の山鹿市が一番近いのではないかなと思いますし、前回優勝チームのフランスチームも出てきますので、ぜひ参加した観戦に来ていただければなと思います。多分当日はですね、コロー君も来るのかな、来たら多分皆さんも来てくれるんだろうなと思いますので、そこはっきりは言いませんけれども、ぜひ来ていただければなと思います。最後になりますけど、よろしくお願いします。ね、11月30日と12月1日行われますので、ですか、はい、ですよね。それ違う、それ違う、12月6日まであるということで、突っ込まれ、ぜひ皆さん応援しに来てください。よろしくお願いします。もうなんかもう懐かしく感じますね、この器が。ちょっと寒そう、この暑いのね、暑い、暑いやめろやめろ、これもういい、寒い、いやと言いながらニコニコ笑顔ですよ。大丈夫ですか。寒い寒い寒い、温まったよ、確かに温まった。ちょっとまだまだまだ、ちょっと見てんのよ。
コロ君好きよね、ここ寝てるの好きよね、もう完全にこれ痴漢じゃないですか。痴漢痴漢っぽいですよ、それやめてください。何見たかった、はいはい、もう家に見たかった以外の何があるんですか、さっきの行動で。もうコロ君やめてよね、二度と、ほんと変態。でこんな綺麗なお姉さんだったらするかもしれないけど、私にはないって、はい、うん、分かった、それはいいけどダメだよ、綺麗なお姉さんにこんなことしちゃう。捕まる。もう突っ込みどころ満載だわ、コロ君。あなたもゆるキャラグランプリ3位なんだっけ、どうする、ゆるキャラグランプリの3位のキャラさんが痴漢行為で捕まりました。もう炎上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 うわすごい。まあでもそれもある種の手かもしれないです ね。その後の人生はどうなるかはわからないですけどね。名を上げたければしてもいいんじゃない、うん、止めない止めない。ね。